そちらです。せいやです。うん。今回の、グランピング編ラスト。そして今年の霜降りチューブ、終わりということで、この大晦日に流れているということで、粗品さん、来年霜降りチューブまだまだ続きます。来年再来年300万人400万人、まあ、200万人行くとしてどうした、知っていいですか、どうした、限界です、出た最後に食いすぎた、飯食いすぎたな、ホットサンドもちゃんと食った、ホットサンド2枚食ったからな、ああいやでも全部うまかったね、最高の旅でした。片山さんチャーハン作ってた最後、もう垂れ流し会なんでみんなあんまね見てないと思いますけど、いやいや、ここは結構すごいすごいですか、ここが、おーい、2マイケルいただきました、2マイケルよっしゃ、最後締めくくろう、霜降り明星、今年1年サイファーで振り返ろう、なんだサイファーって、俺聞こう思ってね、サイファーって何やラップか、ラップディス、大晦日やぞ、ディスり合いとかじゃなくて、なんやねんサイファーって、まあ、俺勝手に歌おうかな、やっぱ大晦日やから、お前ラップ好きな、ラップ好きになったな、今年またな、今年またな、勝手してくれお願いします、何ね、あ、なんか年末感あるな、えいっ、寒い寒い寒い、終わったかな、イラ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 してんねん、ちぎえぎやん、終わったかな、おい、イラ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 、ビート変わったかな、何やね今の、何でもいいっすよ、適当に、はい、ビート変わったな、えいえい、今年1年ね、霜降り明星二人で登場、上京してきた、今年もまた向上したね、ここの名物ほうとう、俺たちは相当酔ってる、妖刀ならゾロに任せろ、腕の運試し、毎年そんなことをしてるが、俺たちまだ勝った、まだまだ若かった、あの頃よりもとかコンプラ入れてくれ、でも俺たちまだやり足りないことあるから、足りない二人みたいな感じで、若林さんと山里さんのようなテクニカルな二人でやってる感じ、俺たちの一年は漢字じゃ表せない、一文字じゃ足りないって感じだろ、俺たちは feel so good、 雰囲気加減ラーメンのフローへ合わせるドープネス、はい、そこまで入れよー、イエイ、じゃんけんみたいにはいかねえぞ、心臓やグーチョキパッポーラッポー、じゃんけんみたいにいかねえぞ、1枚2枚3段のメリーの状態でほーい、心臓や、こうやって声を上げたい、もっと上に行きたい、はい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 、トラファルガローロローロローロじゃねえよ、低いより高い、アベレージ能力給料全部思い出、来年も上げていこう、飛躍の年にしようぜ、いいね、俺たちへ主役になるぜ、早くはもういらね、早くもっと中心的なコンビになりて、いいね、めっちゃいいや、サンキュー、めっちゃいいやん、結局その何、今年も中心になっていこうっていう話だな、はい、こわ、こわ気持ち悪い、俺こんなやつと1年の振り返りサイファーしてた今
はい。怖っ。ニドラアサシンです。ニドラアサシン、はい。あ、朝からエクソエクソグッ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 うるせるティーチャーあれ見てるわ今。あ、ほんと？久保田さんと、あ、誰やっけ、あと、おっぱしょいしのひろ、おっぱしょいし見てくれ、あと中山浩太さんのやつ、あー、おもろいな、 YouTube 上がってるの見た。いや、今年いろいろありましたね。いろいろあったね。音楽的な1年でもありましたよ。それこそ粗品さんは自分でレーベルも作って、うん、あ、お前やな、音楽活動して、ね、まあ、僕もそのラップとか、お前やな、ヒップホップの友達もできて、お前やな、うん、なんかこの笑いもまあもちろん頑張りつついろいろやったね。2022年もね、芝居もやったでしょ。いや、やりました ね、 ね。まあなんか2022も漫才とかな、うまやな、コントも、あ、いろいろコントやってたな、やってたね。ネタもちょっとツアーとかな、分からんけど、何にもツアーとか単独をまたやんのもありやし、あり、誰でもできすぎてやってなかったけどな、ツアーとか。まだやってないな。やってない。ツアーと NGK 単独やってないね。やってもええな。2022ツアーやんのもありやな。漫才ツアー。あり。NGK だ、もたれも。あり。やったしな。もたれな。もたれとったし。あり。ちょっと、もうちょいラップ頑張ろう、二人で。その、馬なったり。二人で。ヒップホップ、ヒップホップ。ヒップホップ熱が下半期結構グーンと来たね。もともと好きなんですけどね、やっぱフリースタイルティーチャー今まさに始まってるから、ちょっとラップ、まあ、ていうか最後やっぱこの大晦日、うん、やっぱ締めくくる、やっぱこの音楽があった方がいいなと思って。いや、いい、ナイスサイファーでした、感動したの。今日はあの寺西と30回さ、ほんまやね、しおみくんとの出会いもあってな、ちょっとまたこのロングバージョンちょこちょこやりたいね。ありやな、バーベキューチャンネル。バーベキューチャンネル、なあ、うん、週1ぐらいでな、釣りとか、また何、スノボーとかさ、はスポーツ、こう雪のウィンタースポーツとかもあるからね。ありやな、ありありあり。もう真っ暗やで、これ一回触れますカメラ、真っ暗やで、何でも映らん、漆黒、俺ら帰られへんのじゃん。帰られへんよ。トライトで足る。いや、俺こんなんよ。でも運転してただよ、 AITV の時。ああそう。もう、うん、三重の田舎らへん。どういうこと？どういうこと？三重の田舎らへんもうこんなんで。まあな。ペーパードライバーやのに素人の女の子連れて、めっちゃ怖かった。怖いな。すごかった、ほんまに。去年の大晦日ってどんな回でしたっけ？特にはなんかあんまやってないですよね。会議室で、あ、そうなんか、あ、だっしゃーとか言って来年お願いしますとか言ってたり別にあ、だっしゃーとか言って、いいでしてーって言って、まあまた来年もよろしくお願いします。ブリーブリー、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。